こんにちは、小笠原です。今回は共通テスト近づいてきましたので、共通テスト対策、まずやるべきこともやってあると思うんですけれども、確認します。まずやるべきことは、共通テスト思考調査の問題を2年分解くことになります。共通テストは過去問がないって言いますけど、あるんですね。実はね、共通テストの前に思考調査というのが行われています。2年やってますので、まずこれを絶対解いてほしいと思います。おすすめはこの寸大文庫のやつなんですけど、共通テスト対策問題集センター過去問題編、これにこの問題ありますし、答えも解説付きで載ってますので、まだもしやってない人いましたらやってほしいと思います。これは全教科やってほしいと思います。共通テストについてまず押さえておかなきゃならないことは、これ皆さんもご存知だと思うんですけれども、なんか確実です。必ず難しくなる。これはもちろん作る大学入試センターが難しくするって言ってるんですね。全体の平均点の正答率の目安を、センターの時は6割だったんですけど、今回は5割にすると、1割落とすって言ってます。もう作るところが難しくすると言ってますので、これは確実に難化します。でも恐れることはなくて、ボーダーラインも下がることになります。それからセンターの時には理系は数学とか理科で満点近くなると差がつかなかったんですけれども、難化しますとこの理科数学でも差をつけることができます。だから悪いことばかりではないので、いいことで差をつけられるチャンスにもなるということです。でここから先は共通テストの中でも科学に特化してどんな問題が予想されるか、思考調査の方を見てもらえば分かるんですけれども、2年とも出てきていたのはグラフの活用になります。今までのセンターだとグラフのが並んでいてそれを使ったんですけれども、今回はデータを与えておいて、データからグラフを書かせて、そのグラフを使って答える形の問題が出されていました。これも今回は出る可能性が非常に高い形式だと思います。はい、それから実験問題ですね。実験問題は、まあ、共通テストになって初めてというよりはもうセンターからの引き続きになります。センターでも出てましたけれども、これはそのまま継続されて共通テストでも出されることが予想されます。はい、それからですね、生徒が調べたとか、それから体験入学で聞いたとか、そんな導入を使ってですね、教科書に出てこない内容が出される可能性があります。これは絶対に出るということではないんですけれども、出される可能性を一応心積もりとしては持っておいてほしいと思います。それからセンター試験の時には選択肢がありましたので、実は裏技使って有効数字を落としたりして裏技で解くことができたんですけれども、今回神経式がありました。熱を答えさせるに何点何かける10の何乗のここに当てはまる数字を入れさせる、それから pH もしくは pH のところで何点何から何点何というふうにここに数字を入れさせる形式ですね。まあ数学ではある形式だったんですけれども、これは科学でも導入される可能性があります。そうするともうなんか近似計算で近い数字を求めればいいっていう、その裏技が使えなくなる、神経式が出されるかもしれませんので、こちらの方も心づもりをしておいてほしいと思います。はい、それから選択問題があるかどうかですね。で選択問題が来るとしましたら、まあ、合成高分子化合物と天然高分子化合物で選択をするというパターンが予想されます。これ実はもうセンター試験でずっとあったんです。2016、17、18、19、20年といつも最後のところが選択問題になってました。これが2021年の共通テストになってなくなるかというと、おそらくあると思います。これはコロナでやっぱり進路が遅れた学校がある、そういうところに配慮するとどうしても最後のところが窮屈になってしまって、あまりやれてない学校がある、全国的にあるだろうと予想されますと、ここは選択にせざるを得ないかなと思いますので、だからといって片方捨てるのは非常に良くないんですけれども、おそらく選択問題はあるつもりでいてほしいと思います。はい、ではこれから共通テスト対策としてですね、共通テストの平均点が5割程度だということを踏まえて、どんな演習をしていったらいいかということを考えてみたいと思います。まず絶対やらなきゃならないのは思考調査の問題になります。センターの過去問、ちょっと優しすぎるんですね。思考調査が5割、センターだと平均点が6割ありますね。まあやった方がいいんですけれども、ちょっと優しすぎるかもしれない。センター追試の過去問になりますと、本試よりはちょっと難易度が上がりますので、まあ、ちょうど良いレベルかなと思います。それからあと使えるのはですね、私立大学ですね。私立大学のマーク式の問題集、問題。
これ仙台より難しいので、これもちょうどいいレベルかなと思います。それからもっとおすすめなのは、実は国公立の二次試験の問題なんですね。これは共通テストよりは難しいです。で、このレベルで慣れておくと共通テストが優しく感じるはずです。ですので、これは二次対策にもなりますので、一石二鳥ということでおすすめなのはここなんですね。自分も勤める高校では、東北大学の問題だとか北海道大学の問題なんかを生徒にやらせてます。あれが慣れておくと共通テストは優しく感じるはずです。それから最後にですね、生徒にいつも言っていることなんですけど、問題演習するときは必ず時間を記録しましょう。時間を記録して、何時に始めて、終わったときにストップウォッチをパッと止めて、その問題解くのに何分かかったか、これを必ずメモするようにしましょう。そうすると自然に、タイムプレッシャーがかかるようになります。入試問題はその与えられた時間で解けなければ何の意味もありませんので、常に時間を意識した問題演習をするように心がけましょう。